古代星人オリオン星人。1万3000年もの昔にこの地球を支配していたというオリオン星人は、大洪水によってその生活圏を巨大なピラミッドへと移したが、ついに長い眠りから覚め、再び覇権を握るべく行動を開始した。その目標はタックの新鋭ミサイル V9。 古代鳥獣スフィンクス。復活したオリオン星人の手足として破壊工作の任務を与えられたのがこのスフィンクスである。闘争本能は旺盛で、頭の蛇型の触角から超高熱火炎を出したり、巨大な爆発力を持つ破壊光波を放射したりと、かなり手強い鳥獣であるといえる。が、これほどの強さを誇るスフィンクスだが、彼の闘争心を抑えてしまう笛の音には弱いのである。